よいしょよいしょよいしょ。こんばんは。あと在庫は4パック、4パックっていうか6×4個だって。あとね2個ある、それが12個ぐらいあるよまだ。お疲れ様です。みんな今日は劇場公演でした。ねえマダムやだ、マダムなんかちょっと嫌です。あーな、何がいいかな、レディーがいい、レディーって呼んでください。違う、マダムやだっていう謎のこだわり。マダムだとなんか年がちょっと大人すぎるからレディーって呼んでください。こんばんは。マダムってつけたのはあのリス、あゆかまるです。マダムはちょっと大人っぽすぎるからレディーって呼んでくださいベイビーおい、こんばんは。今日は劇場公演でした。みんなありがとう、お疲れ様です。そして一日いっぱいサイリウム見えたし、セータンティーも目立てたし、うちわも見えました。ありがとう。今日は前髪を流しました。言ったでしょ、なんか下ろしたい気分だし前髪流したいなって俺らをベイビー扱いするのに。そう、あの大富豪で会った時ねベイビーって呼びがち。そう、最近ゆずとねなんか髪型似てて、似てはないか、今日一緒で、今日偶然一緒で、この前もゆずが髪の毛まねっこしてくれたり、ちょっと10月にゆずのお誕生日でご飯に一緒に行こうって勝手に計画している。では乾杯したいと思います。いし、せー、いっせーので、今日も一日お疲れ様 KP。 みんなもキレートレモンは地下の踊った日に合わせて飲んでください。劇場公演の日はマストで。この前あやかに飲み方怒られてん、可愛くないって。じゃあどうやってこれ飲めばいいのね、これ可愛くないって言われたから可愛く飲みたいと思います。うんうん、こうか、ゴーキーしかない。みんなもなんか飲んでください。怒られたの、唇つけたら可愛くないよって言われて、すいません、素敵なレディーなのでお上品に飲みたいと思います。酸っぱ、おいしい。さあ今日は正解者がいるのか、髪型いいねチャレンジを押しに行きたいと思います。 SK メールでヒント出す予定が、ちょっと公演の日はバタバタしてていつも遅れへんのよな。あ、顔がめっちゃ明るい。ちょっと今日さいなさそうな気がするんだよな。みんなちゃんと劇場公演の投稿にお疲れ様ってコメントしてください。今すぐ Right now入るのか。あ、そうだ、関係ない、お団子関係ないよ。ちなみによくチカが髪型イネチャレンジでアップする髪型写真の髪型はしないよ。はい、ではいきます。ハーフツインに1票、公演楽しんでね、ブブー、ポニーテール、ブブー、ポニーテール、ブブー、ストレートでお願いします、ブブー、501回目の公演ということで1に見えるポニーテールはどうでしょうか。ちょっとよくわかんないんですけどブブーです。キノコ頭、あーブブー今日は501回目ということで今日からもまたスタートという意味を込めて激カワストレートスペシャルとお願いします。そう
ストレートもちょっと悩んでんけど、悩んでんですけど、ちょっと巻き下ろしにしちゃった。しかも嬉しい、みんなが501回目っていうのを覚えてくれてて嬉しい今日は何とも言えない場所から大好きなあなたを見守っています。バッチリ見えました。でもブブ、ポニーテールと予想します。ブブ、巻き下ろしで、ちょっとこの巻き下ろし審議だな。本当はおでこ出しなんですけど、もしおでこ出しの人がいなかった時、ちょっといいねで戻ってくるかもで、一旦三角でトライアングルで続いて、あ、DMM 最善で近くゴール頑張る、届いたよ。ズバリお団子ヘア、ブブ、ストレート、ブブ、ポニテ、ブブ、今日はデコ出しハーフツインがいいです先生。来月の26日からセブンの生チョコアイス、あ、デコ出しハーフツイン、あ、うわ、三角トライアングル、来週の26日からセブンの生チョコアイス販売するみたいなので、在庫からにするために今日食べちゃいましょう。いってらっしゃいまし、聞いてください。あの、しかもそれ今日インスタで見かけてんけど、セブンの生チョコアイスが9月26日から発売されるみたいで、まだ去年の在庫があと3つあるので、それを食べたら買いだめしたいと思います。お店に迷惑にならない程度で。そしてそのままが届いた、バレた、あの配信前に食べちゃった配信前に生チョコアイス食べちゃったんだよね。実は我慢しきれずに食べちゃいました。でも去年の在庫があと3つなので、食べきって、あの、またストックを増やしたいと思います。もう本当に大好き、もうあのセブンの生チョコアイスがセブンアイス史上一番好きで、ちょっともぐもぐ配信はちょっともう、ま、我慢しきれず食べちゃった。あれ26日からでしょ、本気出さなきゃ。もうエコバッグ持っていこう、買いに行きたいと思います。ただしお店に迷惑にならない程度なので許してください。もう大好きあれ、わかる？このチカの好きっていう気持ちが本当に大好き。あの、あのチュブチュブつぶつぶのつぶつぶの生チョコといい、いやーやばい、いや先に買い占めたらすみません。でやめてください、ちょっと、あの、疑うよ。もし地下が近くのセブンで買い物した時に生チョコアイスなくなってたら、地下子マニアが住んでるぞこの辺にってってなるぞ。だから皆さんお店に迷惑にならない程度にチブチブやばいはず。では続いて、今日はなんかジメジメする気がするのだな、ごでブブー、浴衣がヒントですね、浴衣といえばポニーテールブブー、ポニーテールかな、ブブー、お昼休みの時間的に間に合ってないけど、昨日の感じからストレートでお願いします。お、カンニングしてないことを信じてブブー。お、待って、じゃちょっと一旦コメント読みね。去年は10個ぐらい買った気がする。でも10個で冷蔵庫に3個っていうのはちょっとおかしいから、でも10個以上買ってると思うな。買いだめして、多分1日3個今日3個みたいな買い方した気がする。そう、バッグは持参です。ちょいちょい移り気な近子様が結構好きが生チョコ、結構、あ、生チョコアイス好き続いてます。そう、しかちょっと飽き性やねんけど、生チョコアイスは続いてるね。あとハーゲンダッツの北バナコきなこバターケーキみたいな全部噛んだ、きなこバターは美味しかった。あれもね、今2つストックある、ね、20個買ってそうだよね、リアルに。今年もいっぱい買っちゃおっと。そう、期間限定が良くない、ちなみに多分期間限定に弱い。はい、続いて、ストレートじゃありません、ブブ、髪型みんな大寿司のポニーテールだと思う、ブブ。昨日の非公式の髪型、あー、ねじりのハーツインか、ブブ。ついにサイドモヒカン来るか、いや無難にサイドポニーで公園、はい、とんかつ、わ、とんかつ食べた、ブブ。あ、久しぶりの公園、やっぱりポニーテールでしょ、ポニーテールのチカちゃん大寿司です、ポニー人気、ブブ。髪型はストレートかな、ブブ、おしゃれな一つ彫り、
ポニーかな、いつかボブが見たいな、ボソブブもう気がつけば9月も折り返してますね。まだまだ暑い日が続くけど、僕も近くがないわ。これからも燃え上がって激アツ状態です。あ、今日は劇場に行くので髪型は確認するね。バッチに見えたよ。本日の髪型は巻き巻きポニーテール。ブーブー。今日の髪型はストレートと見た。友達がエス公演初参戦。わ、嬉しい。どうやったかな。ちょっと感想聞きたいな。ブーブー。久しぶりでしょうがでツインテール。ブーブー。今日はひなのとるっちゃんがツインしてたかな。そろそろストレートですね。ブーブー。お団子と可愛い浴衣姿のチカちゃんを見て直感しました。ブーブー。髪型で一番好きなポニーがいいな。ブーブー。今日こそはポニーだ。ブーブー。あ、ねじりハーフアップ。ブーブー。嬉しい、知ってくれてて、まだ巻き下ろしチャレンジ続くのでお願いします。うわ、ちょっと今正解者いないのでもしかしたらサービスいいのをしちゃうかも。ストレートと思いますがお団子ヘアで決定ですね。ブーブー。久しぶりのポニーテール。ブーブー。今日はポニーテールチカちゃんかな。ブーブー。久しぶりの劇場公演参加なのでただ見たいサイドポニーで見えたよ。でもブーブー。公演ファイト。髪型はポニーテール。ブーブー。ハーフアップで今日見に行きます。現地でよろしく。見えたよ。だがしかしブブ、今日も願望で三つ編みお願いします。ブブ。三つ編みはゆうちゃんがしてました。ポニーテールかな。ブブ。ハーフツインブブ。ハーフアップブブ。お団子2票ブブ。ハーフツインブブ。三つ編みブブ。お団子ヘアブブ。シンプルに巻き下ろしよろしく。あ、ちょっとトライアングル。ストレートブブ。ハーフアップブブ。ストレートブブ。角が見たいけどストレートブブ。希望はストレートブブ。前髪流しての巻き下ろし。ということでこの答えが出ちゃったので巻き下ろしの人はブブです。前髪流しての巻き下ろし正解。ポンピン。今日はあれや、そのなんだっけ、ねじりのハーフツインでしたっけ優しい、知ってくれてて。チカのお気に入りの髪型です。でもブブです。昨日したお団子チカちゃん。ブブ。ポニー。ブブ。お団子にしよう。ブブ。ハーフアップ。ストレポニー。ストレート。お団子。ブブ。ポニーテルだ。ブブ。お団子。ブブ。今夜は行けないけど髪型は出る。ハーフアップかなり自信。ブブやっぱりポニーテールじゃろ。ブブ。今日公園行きますって。髪型はポニーでお願いします。ブブ。三つ編みブブ。ポニーテールだね。ブブ。ストレートで決めちゃってください。ブブ。お茶もブブ。サイドポニー。ブブ。ハーフツインブブ。ポニーテールしか。ブブ。ハーフアップブブ。ストレートな順調ブブ。ハーフアップブブ。どんな髪型もめちゃんこ可愛いけどみんな大寿司ポニーテール。ブブー。羊さん。ブブー。クマ。ブブー。クマの絵文字で。ブブー。三つ編み。ブブー。ポニーテール。ブブー。ストレートやと思う。ブブー。お団子ブブー。ハーフツインブブー。ポニーテール。ブブー。ツインコロネー。ブブー。ストレートブブー。お団子かな。ブブー。お団子の絵文字。ブブー。ストレートブブー。ハーフツイン。ブブー。お団子ブブー。ポニーテール。ブブー。ストレートブブー。お団子ブブー。ねじりのハーフツインが見たいです。ブブー。ストレートブブー。サイドポニーブブー。ストレートブブー。懲りずにハーフツインでブブー。サイドポニーですよね。ブブー。ストレートでブブー。お団子ブブー。ハーフツインブブー。ポニーテールブブー。ツインテールブブー。ポニーテールブブー。ポニーテールブブー。ポニーさんがいいですね。ブブー。クマブブー。ストレートチカちゃんが見たい。ブブー。巻き下ろしブブー。あー、正解者一人。みんな言ったやん、この前の公演は髪の毛まとめたから下ろす気分だよって。ちょっとちゃんとさ、いいねチャレンジする日の朝に SKE メールでちょっとヒント出すわ、改めて。もうでもみんななんか当てに来るというよりは最近ちょっと願望が入ってて面白い。多分みんなが言ってる髪型をしてほしいんだろうねでも団子にしたから。え、ストレートで答えたかな。違う、わかんない。でも下ろしたい気分って言った。そう、デコ出しでも、え、昨日ストレートって言った？ありーありーありちょっとミュートで。ちょっと記憶にないなじゃあまあ
5日後、次のエスコアは25日なんですけど、25日はなんかあげたい気分だな。なんか交代が多いかも。下ろしたりまとめたり、下ろしたりまとめたりということで、今日の正解者は一人でした。で、小出し巻き下ろし、すごい。しかも公演見に来てくれた人だった。嬉しいね。なんか幕が開く前の一つの楽しみとして楽しんでもらえたら嬉しい。優しい。でもみんながヒントは聞かない方がいいって、チカちゃんは気まぐれって分かってくれてるあたり優しい。満点だね、トリセツチカの。ありがとうでした。まあ何の髪型でも可愛いんですけどね。なんて優しいんだ、みんな優しすぎね。え、嬉しかった。今日も生誕ティーバッチリ着てくれてて目立ってた。今日はありがとうございました。こちらこそ。明日はねやらないんだ。だって明日みかんの剥き方公演の時は多分私服地メイクなので、明日も楽しみにしててね。みかんの剥き方久しぶりに出る。いつぶりだ、いつぶりか忘れたけど久しぶりに出る。明日もね結構当たってる人多いっぽくて、近くウィークでも、近くウィーク明日でおしまいじゃない？寂しい。明日はでも近、もうすでに言ってるねんけど、きのこさんに、きのこっちに、近明日 MC 嫌だからねって。明日ははちゃめちゃに大暴れしたいから、もう MC しないからねってもう宣言してる。実は MC じゃありませんように。明日はいっぱいみんなでわーいってわちゃわちゃしたいからMC じゃありませんようにっていう希望を込めて、みんな楽しみにしててね。多分おそらくみかんの剥き方はとにかく爆笑する時間なので大暴れする。うん、スパ。キャッチングに意見するよ、しっかり。だってカレーで勝ち取った人ですからね。勝ち取った人だから自由にさせてくれって。もうお願いだから、ひっそりこっそり端っこに座らせてずっとガヤ言ってたいよみたいな。そう、あ、4月以来ね。いつもさ、近いいつぶりかをさ言ってくれるの優しい。そう、多分4月のマキコさんのスペシャル以来だ。そうだ、あれ以来だ、踊ったやつだ。可愛い制服だった。カレー食べながら見るの意識高い。明日19時からだからね、気をつけてね。明日もよろしくね、みんな応援よろしくだよ。嬉しい、チームSに2日連続で会えるの。頑張る、バイ。ちょっと今日は映画飯投稿をしようと思っててんけど、ちょっとあの文章がまだ書けてなくて、夜寝る前に11時ぐらいにアップするので見てください。コメントは書いておくので、また明日解説しようと思うので、ちょっとね今回からちょっと画像の雰囲気を変えてみようと思って挑戦なんですけどね。ちょっと待っててください。みんな寝ちゃダメだよ、投稿されるまで。まあ優しいから、本当に疲れたって人は寝て、そしたら明日の朝コメントしてください。ちょっとこの後いろいろやる。てか今日はお風呂入るからね。何宣言って感じだけど。
じゃあみんなそろそろ、あとちょっとで会員する。うん、ちなみに今日の映画飯投稿は邦画、邦画だよ。では今日はもう配信を終わりたいと思います。飲みきらんのかい飲みきれんかな、酸っぱい。会員です。よし、みんな水曜日もお疲れ様でした。明日はまた夜に会おうね。という前に明日はお昼に配信をするので0時半、12時半くらいにお昼配信をするので、お昼休みに見に来てください。ではみんなお疲れ様でした。ありがとう、見に来てくれて。ツイッターとインスタコメントしてね。そして握手会トーク会写メ会受付中なので10月遊びに来てください。まだあと1日だけ、幕張の日だっけのトーク会じゃなくて握手会があとちょっとみたいなので、握手会もちろんトーク会も待ってますし、写メ会も遊びに来てね。おやすみ。あ、握手会看板になってましたぞいって、嬉しい。じゃあ握手会はもうダメなんですけど、皆さんトーク会は、トーク会待ってます。あと写メ会も待ってますよ、待ってます。そうだよ、もう思った瞬間にしないと。遊びに来てね。ではみんなお疲れ様、嬉しい。またねん、またなん。